はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。今日はですね、前回の続きです。潜在意識に請求書を送り、お金を引き寄せる技法の第2弾ですけども、これですね、これはですね、概要欄およびコメント欄に URL 貼ってますんで、そこから PDF でダウンロードしてください。またはですね、この通りじゃなくても、それと同じものを自分で作ってもいいですし、あとまあ、手書きで全部やってもいいと思います。あ、それからですね、これ一応ここで書いてるのは、何ですかね、パソコンで書いたんですけども、これ手書きの方がいいです。見えやすくするために、僕は手書きで書くとあんまり見えないと思いますんで、こうやってパソコンで書いたわけですけども、これ手書きが絶対にいいってことですね。フォーマットだけダウンロードして、もしくは自分で作って自由にご使用ください。もしこれがですね、うまくいったってことであれば、コメント欄にその報告してもらえると非常にありがたいと思います。でですね、まあ書いて、これだけでもですね、かなり、効果的なわけですね。まあこれをチラッと置いておく、もしくはどっか自分の、カバンの中に入れておくとかですね、やってチラチラ見てるといいという話しました。でさらに潜在意識にぶち込むための方法というのはですね、実はこっちの本にね、書いてるわけですね。言葉が人生を変える仕組み、その最終結論という本の中にですね、第5章に書いてるわけです。これはもう具体的にお金を引き寄せてみようというコツをね、書いてるわけです。で、ここでまず第1弾として、はい、欲しい金額を明らかにするってなってます。僕ね、これ、ね、830万円になってるんですけども、830万円っていうのね、ちょっと中途半端なんで、1000万円にします。はい。1000万円でね、行きたいと思います。で、500万円でもね、100万円でも300万円でもいいんですけども、あんまりね、欲張らない方がいいとは思います。本当に自分で欲しいものですね。例えばね、一生遊んで暮らせるお金1億円とか言ってもですね、その一生遊んで暮らせるっていうのは、おそらくその前提に不安があったりするから書かない方がいいかもしれない。あとね、10億円のビルを手に入れて本当に欲しいんですかとかですね。あと宇宙に行くっていうことで、もしじゃあ宇宙に行くんだったら本当にじゃあ宇宙いくらかかるんですか、調べたことありますかということですね。よくねこれねいるんですけども、例えば何でしょうね、ヨーロッパに行くっていうことを書くんですよね。じゃあヨーロッパに行くのにどれぐらいかかるかご存知ですかって言ったら、いやどれぐらいですかね、50万ですかね、100万ですかねって言うんだけども、僕はそのヨーロッパに単純に行くだけ、そして最低限の旅行をするだけであれば20万円まで足りると思ってます。東南アジアでは10万円足りるんですよね。なんで足りるかって言ったら、それは僕はやり方を知ってるからです。でやり方をちゃんと調べましょうということです。 JTB とか、まあ具体的に言っても仕方ないですけども、大手旅行会社に頼んだらですね、いっぱいお金がかかるかもしれない。でもスカイスキャナーとかですね、エクスペディアとかですね、そういったそのなんかチケットアプリとか結構ありますんで、それで最低限の費用で手に入れることができるわけです。シンガポールなんてのは、まあ、ビジネスクラス使えば結構高いかもしれませんけども、エアーチャイナのビジネスクラスでも、まあ、8万か9万でいけますし、まあ、シンガポールエアラインだったらですね、30万40万かかります。でもエコノミークラスだったら多分2万とか3万でいけちゃったりするんですよね。それ聞いてえーって言ったりするんだけども、何驚いてるんですかって話ですよ。本当に欲しいなら調べましょうよっていうことですね。調べもせずに欲しいと言ってることは、それは本当に欲しいとは言わないわけです。あとね、お金があれば寄付をするっていう人いるんですね。じゃあ今いくら寄付してるんですかって言ったら、いやしてないですっていうわけですよ。なんでですか、寄付したいんでしょ、本当にしたいんでしょ、本当にしたいんならやりましょうってことですね。それが1万でも5000円でもね、いやもっと1000円でも2000円でもいいんですよ。ユニセフであろうがどこであろうがね、例えばその定期的にそうやって振り込めるような、引き落としできるようなシステムってあるわけじゃないですか。寄付がしたいね。10億円手に入ったら、1億円手に入ったら寄付しますっていうのは、それは本当にやりたいことじゃないわけです。本当にやりたいことっていうのは、お金があったらやるっていうものじゃなくて、お金がなくてもやることです。だから僕はお金がなくても今までできることをずっとやってきたと思います。ね、海外旅行に行きたいと思ったらですね、もう何が何でも行くわけです。で別にこれぐらいお金があったら海外旅行に行くんですという考え方はしないわけです。まず自分がやりたいことをずっと考えているわけですね。それが大切です。お金があればやりますっていう感じでは多分手に入らないと思います。ですので、ここでね、前回の補足になるかもしれませんけども、あまりその現実離れしたような金額は叶えない方がいいです。で、その現実離れしてるってことは、それだけですね、自分の現実からかけ離れたものであって、ワクワクもしないですし、そもそもふわふわしてます。で、なぜそれぐらい欲しいのかというと、それは単純にやっぱり元に戻っちゃうわけです。不安の解消だっていうことになるわけですよね。お金がたくさんあればできるんだけどもね、そこまでなかったらやっぱり自分自身の生活に優先されるっていうことです。まあそういう限りでは絶対に今手に入らないと思いますので、まあこうやってまず具体的に書くということだけでですね、かなり潜在意識が動き始めます。その上で例えば1000万とかね、500万ぐらいにしときましょう。そしたらですね、まず、はい、欲しい金額今明らかにしましたね。そして次のフォーメーションを唱えます。それはなぜかわからないけど1000万円が手に入りました。
なぜかわからないけど1000万円が手に入りました、というこれアファーメーションです。でこれをですね初日、15分間ひたすら唱えます。なぜかわからないけど1000万円手に入りました。なぜかわからないけど1000万円手に入りました。なぜかわからないけど1000万が手に入りました。ということで、まあタイマーを置いてですね15分間ひたすら唱えるわけです。そして翌日からですね1日1回唱えるわけです、ね、いつでもいいです。トイレ入ってる時でもいいですし、なんかパッと思い出した時になぜかわからないけど1000万円手に入りましたというですね、これ断定するわけです。断定するわけですね。1000万円手に入りますようにではなくてですね、手に入りましたという形でですね断定するわけです。そうやってまあ口癖のようになるとそれが無意識化する、口癖がすりますんで、潜在意識にさーっと入ってくるわけですね。でそうやって手にできるまで、もしくはまあ100日ぐらいは続けてしまいましょうということです。でここで重要なことを言います。コメント欄およびですねいろんなメールでですね、僕に聞かないでくださいということです。これぐらい唱えてるんですけどまだ入ってきません、まだ入ってきませんというふうに言った時点で、まあその入ってこないっていうことが潜在意識に上書きされちゃいますんで、もうおじゃんになってしまいます。だからこれはもうね一日でも早くねもう切迫してるんですということであれば、こういう方法でなくてきちんと働きましょうということです。はい、どんな方法でもいいじゃないですかね。欲しいものがあるんであればちゃんと働きましょうということです。でもこれはあくまでワクワクする自分の人生をより良くするための一つの、あり方ね、技法だと思ってください。その上でやっぱり1000万あれば楽しいじゃないですか、100万円あれば楽しいじゃないですか、1億円あれば楽しいじゃないですかという観点ですんで、本当になければ困るんですということであればもうねアルバイトでも何度もいいからするべきです。はい、というわけで、まだ入ってこないんですけどみたいなことを焦って言わないでください。もう100日時間やったら全部忘れます。そしたらですね、まあある日これパッと出てた時にうわほんまに入ってるわけという感じになります。で僕は実際に、まあ、この本に書いた時に、後から見た時にうわ俺本当に東ヨーロッパ行ってるし、で東ヨーロッパもですねこの時書いた時はですねなんとなく東ヨーロッパだったわけですよ。だから僕は東ヨーロッパ行ったら、まあ、ハンガリーとかチェコとかその辺をイメージしてんだけども、まさかアルバニアだったわけですね。はい、というわけでですね、まあ潜在意識というのはですね、もう原則に戻りますと忘れた頃に実現してくれるわけです、ね、手放した時に実現してくれるわけです。まだ入んないんです、まだ入んないんですよというふうに執着しているうちはそれは現実にならないということを覚えておいた方がいいと思います。これで、もう欲しいものはですね大体手に入りますんで、これから結構楽しい人生が送れるんじゃないでしょうかということで、いいなと思ったら高評価とチャンネル登録の、もしくはシェアをよろしくお願いします。ありがとうございました。